はい、どうも、さかです。いや、前回ね、横浜 FC には引き分けだったので、ちょっと勝ち点が伸ばせなかったっていうのと、5連勝ならずっていうところでしたけども、次、京都戦ですね、予想フォーメーション見ていきたいと思います。はい、ではこんな感じじゃないですかね。まあそもそもそんなにね大きく変えてくることはないと思うんですけども、まあキーパーはそのまま東と、でディフェンス黒川、ゴンギョンウォン、三浦、半田と、で、福岡が出場停止ということなので、まあゴンギョンウォンがちょっと調子がやや戻りつつあるかなっていうところで、先発に起用されるんじゃないかなと思います。で、まあ、変わらずボランチはネタラビで、前2つが勇気とダワンで、もうここはもう固定ですね。ファンアラーノで倉田がもう復帰してくるんじゃないかなっていうところと、ジェバリ、まあここはまあ硬いですね。リザーブはこんな感じですね。まあ変わらず谷で高尾、柳沢、福田、石毛、宇佐美、鈴木武蔵という感じじゃないですかね。でまあもしかしたら石毛宇佐美あたりは、まあ、先発で出てくるか、もしくは倉田の調子が上がってなければ、まあ、ここに石毛もしくは宇佐美が来るんじゃないかなっていうところと、今のところ宇佐美は、まあ、後半から出してスパサブ要員として使うのがまあ無難かなっていうところと、やっぱ結果が欲しいですけど、今シーズン京都戦、まあガンバが初勝利を挙げた相手にもなりますので、そこで、福田、ダワン、そして、石毛がゴール決めてますので、この3人が躍動してくれるんじゃないかなということで、一応サブにも入れております。個人的には鈴木がもう少しね粘ってくれればっていう気はするんですけど、出たら出たでねちょっとミスが目立つので、まあそれさえなければっていう気はするんですけど、ちょっと期待を込めてベンチ入りにはしてますけども、やっぱりね交代するとして、やっぱりジェバリー、1人にね頼っちゃってるところが強いんですよね。やっぱりここに代わって入れる存在じゃないと、ちょっと鈴木武蔵の使い方はあんまりいい思いはしないかなっていうところはありますね。後半使うとすれば、まあ、福田くんはこの位置に入ってくるでしょうし、で石毛のところは、まあ、ダワンをねできるだけ下げたくないんですけど、まあ交代で入るとすれば石毛はこの2つどっちかのポジションで入る可能性は非常に高いですよね。で宇佐美のスパサブとして、やっぱりねジェバリーの位置、まあ、ジェバリーがやっぱりね足元ちょっと疲れてきた頃に走れる選手、まあ、鈴木武蔵もそうですけど、やっぱりここでね決めれる選手っていうのがねなんとか欲しいなっていうところと、最近ねちょっとファンアラーのフル出場出てたんですけど、まあ最近は交代するシーンもありますので、もしかしたらファンアラーのが下がって、まあ、宇佐美が右に入る可能性もなきにしもあらずというような感じですかね。で一度試していた柳沢を、まあ、この位置で使うと、で大体5バックのような、まあ3バックですかねのような形で使うんじゃないかなっていう予想ですね。前節横浜 FC 相手に、まあ、スコアレスドローっていう形でしたけども、やっぱりね守り固められて引いて守られると、やっぱガンバとしてはそこから太刀打ちできないっていう試合が多いので、そうなってくると京都戦やっぱり前半ですよね、前半のうちに1点取っておかないときつくなってくるんじゃないかなっていうところで、やっぱりビハインドで後半行ってしまうと守り固められたらもうガンバはそこから点が取れないっていうねシーズンが続いているので、なんとか先制点、そして前半で試合を決めに行かないとちょっと苦しい展開になるんじゃないかなと思います。で京都は割とねあのゴールキーパー含めて後ろの方で回すシーンが多いんですよね。なのでそこをうまくちょっとパスコース限定しつつ奪えれば、そこでカウンターそこを1点もぎ取れるんじゃないかなと、あの新潟戦の1点目のような感じでジェバリが
追い詰めて倉田が決めたような、ああいう形をね、もしかしたらうまくはまるんじゃないかなと思います。順位表ですけども、ガンバ15位、京都14位ということで、まあポイントは一緒なんですけど、ただ得失点差で上っていうだけなんで、ここでね、まあ6点ゲームなので、ここで叩ければまあ一気にね上位に食い込めるっていうところで、落としてはいけない試合なんじゃないかなと。よっぽどね気合入ってると思うんで、なんとしてもね先制点取ってほしいんですけど、一番危険なのは豊川、そしてパドリック、まあ、この2人ですよね。この2人にもう自由にさせてはいけない。特に後半からおそらく入ってくるであろうパトリックは要注意と、まあ、前節、リーグ戦でもやられてるので、まあ、そこをね、なんとしてでも、パトリックのね恩返し団2段目いらないですから、なんとしてもねホームで勝利を、届けられるように応援していきたいと思います。とりあえず半田くん一安心っていうところでね、なんとか、まあなんとかっていうかね、まあ破談にはなったっていう報道が出てますけど、まあ半田くん自身としてはまあ行きたかった気持ちはあるかもしれないですけども、まあ今のところねガンバで結果を出してほしいので、まあファンサポーターからするとまあ良かったなっていうのが正直なところですかね。まだ小杉さんからもらったギャグやってないですから、まあ、ガンバでね活躍してパフォーマンスしていただけたらなと思います。こんな感じで適当なこと言ってますけども、もし何かありましたら、コメントの方に残してもらえたらなと思います。一緒に応援して勝利を届けられるようにしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。